はよう。昨日おはようしなかったもんね。ごめんね。お父さん入ってきちゃった。ああ。呼んでますね。親父、親父って呼んでますね。お父さん呼んでるよ、ちょっとポミタン。すごい。ちょっと、お父さん呼んだんだから相手してあげなよ。嫌なの？うん。呼んでんのにね、そんな声出してね。一緒に行こうも。何くんおはよう。寝てたの。うん。はい、わかりましたよ。温かいのつける？まだいい？オッケー。肉、ご飯したってよ、お父さん。食べたら？ポミちゃんも食べてきちゃったじゃん。ね？食べなさい。今、お茶飲んでた。私、ここ座ってたんだけど、で、ポミちゃんがこれの耳をもうね、食いちぎったの。それを旦那が投げてきたら、私のお茶の中に入ったんだけど、もう最悪、飲めませんけど、飲んでください、お父さんが。え、飲んだ、来た。よく飲めるね。なんかこれお茶の味するけど大丈夫かな。なんで食べさせようとしてんの。いいの、やめて。え、食べちゃった。あ、取った。垂れる取っちゃった。あー、お茶の味。あー、なんか飲み込んじゃいそうやな。うん、取り上げてちょうだい。あげないでよ。なくなってないよ。エキス入ってますよ。もうやだー。まあちょっとしかないからいいけど。入っちゃうといけないから今取り上げようとしてたけど怒ってます。取っちゃいけないって怒ってる。あれだね。こんな必死なの久しぶりに見た。匂い嗅がな。匂い嗅がなくていいよ。本当にお父さんダメだね。ポミちゃんのお父さんね、いけない、悪いね。二ぬくさいってこと？え？なんかキャットフード臭い。とりあえずなんかいろんなのがついた体で乗ってるのがわかるね。はい、何？ないよ。まあ、ちっちゃい子だったでしょ。で、何してんの？ひっくり返してたね。5時半ぐらいなんだけど、今からちょっとびちょびちょだけど一周だけ散歩に行ってこようと思います。やっぱね、もうね、ずっと外出てないでしょ。そうするとさ、ストレスが溜まるみたいでさ、外行きたい外行きたいって結構さ、ここにいたりするわけ。そうだから行ってこようと思います。ちょっとね、まだ路面が乾いてなくてびちょびちょなんだけど、真っ暗だ。行ってきます。このお家もクリスマスの飾りしてますね。みんな雨の中ちゃんとやってて偉いよ。前のここのお家も始めたね。ここはなんかスヌーピーのサンタさんとか飾るんだよね。屋根の上にすごい可愛くなるんだけど、みんな雨の中頑張るな。あそこスノーマンいる。散歩から帰ってきて今もう6時なんですけど、ちょっとうるさいねこれね。ちょっとだけウォルマートに遊びに行ってこようってことになったので行ってきます。なんかちょっとクリスマスの飾り見たり、あのサイバーマンデーで買おうと思ってるものがウォルマートの方が安いかどうかとか見に行こうと思ってますので、ちょっとだけ行ってきます。着きましたね。まあちょっと見てきましょう。電気についてすごい悩んでますね。このね、外の電気なんだけど裏庭とかのとこにある、すぐ切れちゃうの。だからストックないとね、真っ暗になっちゃうわけで、今日使い切っちゃったからっていうことで悩んでますね、何かを。お菓子コーナー見てんだけど、このミニオンのクオリティがすごいよねって言っています。ほら。家に帰ってきました。電気つけよう。これを買いました。2階の出窓のところにさ飾ろうと思って
このプレゼントとサンタさんを買いました。5ドルだってめちゃくちゃ安いんだけど、しかもインドアアウトドア両方使えるやつなのですごい安いと思って買っちゃった。ということでね、晩ご飯にしています。今日のご飯はまあなんか炒め物、野菜がもうどんどんダメになってきてるから炒め物にして、でサラダも作って、でターキーはもうこの中に入れちゃいました、スープにグレービーと一緒に。でお肉今日買ってきたのね、お肉とスタッフィングとポテトって感じでね、うん、いただきます。旦那すごいお肉美味しいって言ってました。今日はもう一日こんなずっとここに張り付いてテレビ見てますね。ご飯も立ち食いで、ここでこの角、キッチンの角っちょでこうやってテレビ見ながらご飯食べてて、行儀が悪かったんだけど、ずっとねこんな感じで一日過ごしてます。まあ寒いしね、雨も降ってたからちょうどいい過ごし方かなと思ってます。まあ、昨日は夜更かししちゃったんだけどさ、今日はさ、まあ、明日仕事だし、で今9時半なんですけど、まあ、この試合が終わったらお風呂に入って寝るようにしたいなとは思ってます。わかんないけど一緒に寝てるんだよね。しかもなぜかポミはトトがひっくり返したやつの上に寝てるっていう、もうなんか何でもいいんだな、意味わかんないもんこれ。ポミちゃん、それじゃあったかくないんじゃない、直してあげようか、あったかいのに。ねえポミたん、ポミたん、うん、直したる、待って。結局直したらトトが入ってんだよね。みんないなくなってトトになっちゃった。まあいっか、ポミたんそこに行った、タミくんここ。なんで入れ替わったのかな。うん、まあいいや、好きに寝てください。そういえば多分光の加減で分かりづらいかもしれないんですけど、ネイルをね塗り替えてみたんです。全く同じのミラーネイルのパウダーを今度はピンクベージュみたいなヌーディーなカラー、ベースの上からこうポンポンしてみたんですけど、こんな感じになりました。この辺のこれがゴールドで、これ赤かな、でピンクとかって感じなんですけど、優しい色になったなぁと思う。白とあんまり変わんないかな、この辺はと思うんですけど、反対側はこんな感じで、これがなんかゴールドとピンクとのさ感じがわからないのと、この人差し指なんか、これボルドーとレッドって分かれてたはずなのに、ヌーディーなカラーにしちゃうと全く一緒っていう、ちょっとわかんないかな、カメラ持っちゃってるからなんですけど、わかるから、これが左手の人差し指の、これが赤だと思う、赤っぽいから、右手の人差し指ね、これボルド、もうほぼほぼ同じ色っていうか、むしろ同じ色なんだと思って、だから黒をベースに塗らないとダメなんだなと思います。これが人差し指ね、このカラーなんですけど、ほぼほぼ一緒、ちょっとこっちのが明るいかな、だけど多分光の当たり具合だと思うんですよね、ちょっとはみ出てるところが、しかも黒くなっちゃうんですよ、これミラーパウダーが。はっきりやっぱり色の違いとかを見たい場合は全部ね黒を塗った方がいいんだなっていうのが分かりました。それか多分ね、あとね同色系のカラー、ベースカラーを赤とかピンクとかにした方のがいいのかなと思うので、まあ今度はそういう形で塗ってみてちょっと挑戦してみようかなと思ってます。ちょっとね若干白髪がこういう風に目立ってきたので、今日は白髪染めをしようと思います。白髪染めてらお風呂入ろうかな。お風呂上がりました。今日もね、昨日とあまり変わらずにのんびりと過ごした一日となりました。でももう12時20分なんだよね。旦那の髪は無事に黒染め終了いたしまして、なんだか黒さが戻ってきて若々しくなったなと私は思ってるんですけど、そう、なんか偽物っぽいと本人は言っております。また半袖だし、まあいいけどね、寒くないみたいな。あと数日で12月になりますね。クリスマスの時期に入ります。で去年もちょっと悩んだんだけど、今年はよくねクリスマスの時期に多くの方が YouTube 上でやっている V
ビログマスというのを私もやろうかなと思っておりまして、というのは結局のところこのところも8月9月ぐらいからずっとほぼ毎日のようにビデオ更新してるから、それであれば私のペースで言ったら12月の間でもクリスマスの間でもビデオを毎日更新することは可能だなって思ったんです。ただ私の場合、ビログの日もあれば、購入品の紹介の日もあったり、まあ、クッキングやったりとかっていう、いろんなジャンルに分かれていると思うんですね。なので、それで毎日続けられていることだから、ということも考えて、ビログを毎日ってなると、その他のことが溜まってしまうんですね。特に購入品とか、そういうなんか、旬のものって言ったら変な言い方なんだけど、その時のものっていうのは溜まってってしまうので、って考えて、まあビログじゃない日もあるけれども、ビログを多めにして、その25日までの間はそんな形で、12月1日から12月25日まではビログマスという形でやっていけたらいいなと思っております。なので時には購入品でビログマスデイ何日12とか13とかそういう感じになるのかもしれないんですけれども、25日まではビログマスというタグがつく更新の仕方にはなると思うんですけれども、まあ今まで通りやり方は変わらないと思うので、まあビログマスだから毎日ビログじゃないと変だよねみたいに思われる方もいらっしゃるかとは思うんですが、まあ私のペースでそこはやらせていただけたら嬉しいなと思っておりますので、はい、12月はビログマスやろうと思ってます。それからね、もう一つ聞きたいっていうか言いたいっていうか、うん、ちょっと自分の中でしっくりきてないことがあるんですけど、それは私たまに Get Ready With Me をやるじゃないですか。もちろんね、お出かけする時とかもやるんだけど、ビデオを撮る前にやる準備も、まあ準備だからと思ったんだけど、私あのビデオを撮る前にダラダラ喋りながらメイクしているのはどちらかというとなんですけど、チットチャット形式なんだろうなって思ってて、なので最初からチットチャットっていう形にするか、Get Ready With Me っていう形にするかっていうのをすごい悩んで、と思って、Get Ready With Me っていう形で始めたんですね。けど、やっぱりこうしっくりきてなくて、雑談な感じが多いから、チットチャットだなっていうのも、こう、ってなってきちゃったので、そうタグ自体、題名のタグ自体ですね、をどうしようかなってすごい悩んでて、ただもう始めてしまったことだから、今から変えるっていうのもなんとなくよく変だなっていうのもあったので、これからはビデオを撮る前の準備はもうチットチャットっていう風なタグでやっていくのか、それとも Get Ready With Me っていうタグでやっていくのかっていうのをなんかどうしようかなと思っているので、まあもし何かご意見があったら教えてほしいなと思いまして、コメントお待ちしております。12時半近くになりまして、本日は11月28日の月曜日になったんですけれども、サイバーマンデーですね。私たちサイバーマンデーで何かお買い物しようかっていう話はしているんだけど、特にね、これといって大きいものを買おうとは思ってないんだけど、ちょこちょこ何かあるかなと言って Amazon を見たりとか、私はセフォラ見たり、ルーター見たり、なんかそういった系統のオンラインショップを見ております。なんか買おうかなというか、もうこれは絶対に買っとかなきゃいけないみたいなのじゃないんだけど、だからといって普段買うにはちょっとなっていうものを、まあ、安くね買えたらいいなって思っていますので、まあ Amazon をこうやって見てるとね、なんかないかなと思って見るにはちょっと見づらくって、いっぱい商品が出てきちゃうから、一個ねどうしても欲しいものは絶対に買おうと思ってます。まあポップコーンマシンなんだけどちょこちょこっとお買い物はサイバーマンデーでもしようと思ってます。まあうちらブラックフライデーでもそんなに買ってないし、
で、サイバーマンデーでもそんなに買うつもりもなくって、まあ、毎年そんなにね、その時にお買い物とかあんまりしないんですよね。まあ、もちろん安い時にね、買えばいいんだろうけど、買わない、買い物はあんまりしないんですよね。普段からどっかで何かが安いっていうのを見つけて探して買い物する人たちだからっていうのもあるのかもしれないんですけど、ビッグセールの時にお化粧品とかも買ってないから、どうしてもなんかこれが欲しいな、これが欲しいなって思ってるものはあんまり安くなってでないっていうか、ほとんど安くなってなかったりとかして、そういうのもあって買わなかったんだと思うんですけど、大きな2日間のセールはあんまりそういった意味ではお買い物してないかなと思いますが、これからやっぱりもうホリデーシーズンになってくるので、もうその年末商戦が始まってるから、とってもね、いろんなところでいろんなものがいろんな時にセールになるから、それをこう探しながらお得にね、お買い物できればいいかなとは思ってます。アマゾン見てたら真剣になってしまいました。本当になんか三脚欲しいなとかそういうこと考えてたら真剣になってきちゃったので、これからもっともっと真剣にいろいろ検索してみたいなと思いますので、今日はこのあたりで終わりにしようと思います。それでは最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。また次回のビデオでお会いいたしましょう。バイバーイ。